10月14日木曜日の山陽新聞ニュースです。映画館のない岡山県林間町で月に一度大きなスクリーンで映画を楽しめる林ネマが開かれています。町民総合会館ゆるびの屋の文化ホールで午前中に上映しています。終了後には街歩きを促進し地域の魅力発信や経済活性化につなげるほか 町の外から訪れるきっかけづくりも狙います。10月は22日の予定です。高橋川流域を中心とした地域の生活文化を発信する高橋川マルシェが16日と17日、倉敷市の国重要文化財大橋家住宅一帯で開かれます。料理や工芸などこだわりの品を一堂に集め魅力を発信します。 倉敷市と高橋市、そして矢カ町などの店舗、サッカラが、およそ60ブースを出展します。畳べりを製造する倉敷市の高田織物は、名家、大手まんじゅうで知られる、岡山市の大手まんじゅう、インベヤと協業した新しい商品を売り出しました。まんじゅうを包む、小箱の絵柄などをもとにデザインした畳べり、コースター、 そして小物入れの3種類で、双方の会社の直営店などで扱っています。続いて、天気予報です。10月15日は、岡山県南部、北部ともに晴れでしょう。岡山県南部の最低気温は17度、最高気温は28度でしょう。岡山県北部の最低気温は13度。 最高気温は28度でしょう。降水確率は岡山県南部午前0%、午後0%、岡山県北部午前0%、午後0%でしょう。ニュースの詳細は山陽新聞もしくはサンデジをご覧ください。